えー、こんにちは。明けましておめでとうございます。2015年、えー、初めてのね、えー、YouTube の動画になります、えー。株式会社スピージャパンの三橋大介です。今年もよろしくお願いします。えー、まあ今年初めての動画ということで、まあ、やはりね、私の王道である話し方について、ちょっと今日はお話をしたいと思います。えー、話し方の、ねえー、中で、えー、やはり一番、まあビジネス上必要な話し方っていうと、やっぱり物を売る。 っていうことだと思うんですよね。で、その時に大事な二つのポイントについてお話をしたいと思います。その二つというのは、ズバリ、インパクトと客観性です。この二つです。もう一度言います。えー、話し方、売るということね。物を買ってもらうという時に大事な話し方。二つのポイントは、インパクトと客観性。この二つです。じゃあ、それぞれこれどういう意味かというのをちょっと簡単に説明していきます。結局ですね、あの、物を 売る。まあ、あの、あなたもね、たくさんのものを、まあ、いわゆる売り込まれたり、説明されたり、プレゼンされたりする機会っていうのはあると思うんですよね。こういう商品どうですかとか、えー、こういうサービスあるんですけど、よかったら買いませんかっていうのはあると思うんですけど、やっぱりですね、たくさん説明された中で、どれを覚えてるかっていうところが結構ポイントになってきて、あの、たくさん説明されてるんで、まあ、それはね、たくさん画面見て、広告も見てるんで、覚えてないんですよね。なので、まあ、まず、 インパクトを残さないと、そもそも記憶に残らないんで、まあ、いわゆる認知されないという、こういうね、欠点があるわけです。ですから、あなたのトークを、いかにインパクトを持たせるような、まあ、キーワードを入れたり、印象づけるかっていうところが大事だと思うんですよね。例えば、えー、私、あの、和食の居酒屋をやっていますというふうに言ってしまうと、まあ、まあ、そうなのって言っても、まあ、なかなかインパクトないですよね。でも、まあ、最近私が聞いてすごくね、インパクトがあったのは、 あのうち、あの居酒屋なんですけれども、100円で唐揚げが食べ放題なんですとか言われると、いや100円唐揚げ食べ放題あすごいっすねってなるわけですね。そういう意味で、あの、ま、あこれは商品開発にも繋がってくるとは思うんですけれども、インパクトのある表現、なんかないかなって探してみるっていうのが一つ大事なことです。そして二つ目が、客観性です。客観性。 これあの、いくらインパクトがあってもですね、あの、客観的な情報がないと、人っていうのはやっぱり信用しないので、ええー、まあそこをね、そもそも買っていいのかなっていう心配しちゃうんですよね。なんで、その客観的なデータですね。まあ実はこの居酒屋ね、もう過去100万人が来ていますとか、 あなんとか芸能人のなんとかさんも実はもう買ってあの来ていただいてるんですとかね、えー、大学教授のなんとかさんも非常にこれ体にいいっていうところを推薦してくれてますみたいな客観的なデータっていうのがトークの中に入っているとやっぱり信頼性が増すんでね、あのー、人は信用して買ってくれるということになります。 まあ、私なんかもね、自己紹介するときに、テレビ朝日系列アナウンスコンテスト全国1位の三橋ですって言ってるわけですね。これはあの、テレビ朝日の系列局だったんですけど、まあそこで1位と認められたという客観性、それからまあインパクトもありますよね。全国1位。え、なんですかそれみたいなね。なんで、まあそういうキーワードが見つかったりすると、非常にあなたのセールストークだったり、プレゼンのトークが あ、まあま高まっていきますんでぜひあのー、そのあたりね意識してもらえればと思います。まあ、こういったね今年もたくさんのビジネスや話し方に関する動画お届けしてお、えー、いきますんでぜひこのお私の チャンネルですね。三つ大輔のこの話し方の YouTube のチャンネル登録していただければと思います。このあたりね、あの、ボタンが出てると思いますし、えー、スマホの方はね、チャンネル登録という赤いボタンがあると思いますので、ぜひそちら押してですね、ご覧いただければと思います。そしてあの、私メールマガジンでね、 90分の無料動画、セミナーの動画を実際に無料でプレゼントもしておりますので、そちらも登録していただければと思います。ということで、今年もたくさんの動画をお届けしようと思います。ぜひ、話し方をうまくなってね、あなたのビジネス、拡大していただければと思います。どうも、今日は三橋大介が、話し方のコツ2つをお伝えしました。